セブンイレブンプレゼンツ大体二時三時のラジオ。さあここからはリゼヘルエスタさんと鈴原ルルさんがパーソナリティを務めるリゼルルリンクです。お二人よろしくお願いします。リゼヘルエスタです。皆さんこんでる笹原デルです。この番組はリスナーの皆さんともつながりつつ、だいたい2時3時のラジオと日曜の18時から18時30分までお届けしているリゼデルリッスンをリンクさせていく番組です。はい、前にね、先ほどかな、西園さんから告知された通り、第3次ラジオとリゼルリッスンが4月から二次三次アワーとセットになりました、うん、それに伴いましてね、まあ、リゼルリンクはちょっと今月で終了となってしまいます。リンクもさ、結構51回目か、これが。お、すごいね。50回やってきたんだなって思うと、結構数やってたんだね。ねえ、それがまあ、第3次ラジオとくっついてセットになることは嬉しいことだけど、うん、こういう特別なこう侵入するような番組がなくなっちゃうのはちょっと残念、ね、ちょっと寂しい気もするけどまあね、でも引き続きね、見せれるリスンの方はね、バッチリございますので、うん、合わせてね、聞いてくれると嬉しいです、うん、ということで、そろそろ始めていきましょう。リゼルルリンク、本日はリンクスタート。改めまして、リゼヘルエスタです。鈴原レレです。なんかね、まあ、投げた質問に答えていただいてたみたいなんですけど、西園千草さんに、うんうんうん、どうもちょっと話の方向性が、まあ、その時のゲストの影響もあったのかな、うん、歌子お姉さんが来てくださってたらしくてもうね、想像できてしまうね、はい、まあなんかね、まあ、好きなアニメの話とか女子会の話とかを聞いたと思うんですけど、うん、なんか割とその第3次本編ではカットされたと、うん、大幅にまあなかなか濃ゆい話をね、うんうん、されてたみたいなんだけど、そのトークの間にリゼルリンクが挟まれてたっていうそうだったんだ ね、うん、いや面白いことで、まあ、ちなみに女子会自体、そのセレジョのみんなは、うん、集まると女子会みたいな話になるのかなっていうのは、うんうん、あの全然可愛くならなかったと。女子会集まっても、でもそもそも女子会ってどうなんだろうね、わかんないねえ、なんか客観視してみるとよくわかんない。女子みんなで集まってワイワイするのって、はたから見たら可愛い気するけど、あんまり可愛くなるのかな、身に馴染みがないからいやでも、うん、結局さ、女子会女の子たちが集まるんでしょ。いや、うん、みんな先生の愚痴とか言ってるって想像する可愛い感じじゃないって、まあね、絶対ね、うん、そうだと思う私も。ということでね、うん、男性諸君は女子会に期待しすぎないようにじゃあ、コーナーに行きたいと思います、はい、ライオアトゥルー。リスナーの皆さんから嘘のような本当の話、すっごいリアルだけど嘘など、嘘か本当かわからない話を、その話の真偽も含めて募集し、その話がライなのかトゥルーなのかを私たちが当てるクイズコーナーです、ということで、うん、そうか、リゼルルリンク自体が終了してしまうので、リンク内のコーナーもライオアトゥルーもね、これで最後ですと。寂しいね。ね、いや、じゃあ最後、ね、気合い入れて行きましょう。うん、じゃあ私からお願いします。リスナー名ケーシーさん。独身の私、職場のおっさんたちにいつ結婚するのかとしつこく言われるので、ついスマホの歌子お姉さんの配信を出して、これが私の嫁ですと紹介したね、難しいね、この感じ。もし、うん、トゥルーだとしたら、結構その、まあ、周りのその職場のおさんたちもいつ結婚するのみたいな気やすい話を言ってくる中で、かつこの人もこういう返しができるぐらいには明るく仲良し職場です。そうだね、あるのかな、そういうパターン。年上とか上司とかの可能性が高い。そうだね、多分そういう感じなんだろう。しかもちょっと歌子お姉さんっていうのがハードル高いように思えて、でもありえそうな気もするというか。そう
なの、あ、でもなんかこう、もういつ結婚するのとか言われたくないから、もうこれ出せば絶対もうなんかもう突っ込まれないだろうっていう、それでやるならありえそうな気もする。まあと歌子お姉さんのリスナーならやるのかなっていう気持ちもそう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 、そういうこと、うん、トゥルーな気がするな。なんかね、私もあんま嘘感感じない、うん、この文章に。なんか、うん、私も本当だと思う。ね、歌子お姉さんのリスナーのこの気質にかけます。うん、信じよう。それでは判定いきましょう。はい、この話、トゥルー。オープン。あ、トゥルー。やっぱりなんか本当っぽい気した。ちなみに歌子お姉さんを紹介した後は聞かれなくなりました。やっぱりそうだよね。聞かれたくないから絶対出したんだ。やっぱちょっとこの最高な感じ、歌子お姉さんのリスナーだよ。立派なリスナーだ。よかったよかった、うん、当てれて。いやね、なんかそんな気したもんね。ね、した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 。文章的にいいね、いいね、いいぐらいに来てるよ。最先いいよ、うん、よし、じゃあもう一ついきますか。続きまして、ラジオネームくにちゃんさんからいただきました。これは本当にあったお話です。昨日の会社から帰宅途中、イヤホンをつけて夜道を歩いていると、どこからか歌声が聞こえてきました。あまりの声量に驚いてイヤホンを外すと、目の前を歩いている女性の歌声ということが分かりました。俺の存在に気づいていないんだろうなと思い、足音を消して歩いていたら、なぜかその女性が振り返ってきて目が合いました。その瞬間、パタリと歌声は消えたのであった。そりゃね、うん、とのことです。えー、なんだろう、なんかね、私この一文が気になる。最初の一文が、これは本当にあったお話です。確かに文体を見ていく狙いはあってね。これでも、一部分嘘パターンのライだとしても、そう、私そうだと思うんだ。あ、本当、うん、あ、そのうさんくささ感じる。なんか例えばなんだろう、その瞬間パタリと歌声は消えたのであったって書いてあるけど、うん、すごい叫ばれたとか、叫んで逃げられたとか。そっちの方がライク。でもね、これね、参考までに全く同じことがあった私。え、どっち側で？聞いてる側で。歌う側じゃない。歌う側じゃない方で、あの、宇多田ヒカルさんをめちゃくちゃでかい声で歌ってる女性が目の前にいて、うん、私も聞いてる時に あれってなって、宇多田ヒカル聞いてたわけじゃなかった、うん、なかったんだけど、別に歌声これ外からだったなと思って外したら、目の前の人がすっごいでかい声で歌ってたことがあって、で、あ、これちょっと気まずいやつだろうなと思って、まあ、駅までの、最寄り駅までの道のりだったんだけど、あの、足音消して同じように歩いてたのだけど、バッて振り返られて、なんでわかったんだろうね。気配？気配。え、ほんとじゃああるんだ。え、存在に気づかれてないってこと？それまではわかんないな。ひょっとしたらイヤホンを外した挙動で感づいたのかもしれないんだけど、振り返られて歌うのをやめたっていうことは実際にあった、私も。そっか、じゃああるのか。でもそれね、朝の8時ぐらいだったんだけど、マジですごいなと思って、うん、どうなんだろうな、感触的には。ない、でもこの話は本当に、いや、本当の気もしてきたな。ちょっとこれ私わかんなくなってきた。イライラ。でもこの一文うさんくさいなっていうのはちょっと、うん、そう、うさんくさいんだけど、逆に裏の裏を書いて、裏の裏でトゥルー、トゥルーでもいいよ、トゥルーで言ってみる、トゥルーで言ってみるか。じゃあ判定いきたいと思います。この話、トゥルー、タラン、本当です。最初にそう書いたでしょって。あー、なるほど、よくやった。これ裏の裏だ。これしかもライで外したらムカつくパターンだ、うん。最初にそう書いたね。いい、いいエピソード補足も、こういう文豪タイプもあるんだね、本当に。ね、ライオートゥルってギミックがいいね。うん、いやでも実際あったしな、こういう話。皆さんも見たことないな、歌ってる人は気をつけてくださいね。どっちかというとこう気まずい思いをするのは気づいちゃった方なので。そうだね、なんか申し訳なくなっちゃうもん。いや本当にね、周りを見て確認してから歌ってくれると嬉しいですね。はい、ということで、たくさんの嘘か本当か分からないような話ありがとうございました。これで本当に最後、以上、ライワトゥルーのコーナーでした。リゼルルリンク、お送りしてきましたリゼルルリンク、そろそろエンディングの時間です。
私たち2人は3時間後に放送するリゼルリッスのパーソナリティも務めております。ぜひそちらも聞いてください。はい、ちなみにね、うん、今回の放送では、久しぶりにダークサイドをやって、久しぶりにやったね、皆さんのねダークな、うん、インナーエピソードを募集したんですけどいやなかなかね面白いのが来ておりましてね、うん、読んでる最中にちょっと耐えられず、うん、あの爆笑が起こってしまう、うん、あの秀逸なエピソードが届いてましたね。そうだね、いろんなことが発覚したりねはい、うん、楽しみに聞いてくれるとぜひぜひ嬉しいです。いいです。では最後に第3次ラジオの今月のパーソナリティである西園ちぐささんに私たちから一つ質問を送ってリンクしたいと思います、うん、そうね、ちょっと、うん、あのおすすめアニメとかね、あの、うん、セレジョでやったら女子会みたいに可愛い感じになるのみたいな話を聞いてきて、うんうん、いろいろちぐささんのことを分かってきたかなと思うんだけど、うん、そんなちぐささん人生における最良しとかっているのかな。あー聞いてみたいね、気になる人生か。やっぱりいろんなもの熱量を持って好きな人がその中でももっと一番ってつけるものってどんな、なんだろうね、なるキャラクター。そうだね、私最良し、うん、最良しか難しいな、うん、ちょっとこの話考えて話し出すと1時間ぐらいか、まあ、でも、ね、我々でもこういうことになっちゃうのでちぐささんに誰を選ぶのか、ね、とだとすごい興味津々です。すごい、ね、悩ませてしまうかもしれないけどね、うん、じゃあそれでは今回はこの辺でお別れとなります。お相手はリゼールエスタと鈴原ルルでした。この後は第3次ラジオの後半戦にリンク。ということで一緒に聞いていただいたわけなんですけれども、人生におけるキャラクターの最推し、うん、いやー難しいですよね。難しいですよね。それぞれいいところがありますからね。いやそうなんですよ、そうなんです、本当にその通りで、やっぱりそのなんかこの時めちゃくちゃ最推しですごい好きな頃もあれば、うんうんうん、ちょっとまあ他のジャンルに行ってしまってすごい好きになる時もあるので、なんかいつもでもなんか支えられてるんですよ、推しに。もういろんな推しがその時々によってね。そうなんです、そうなんです。その TPO に応じてもう変わるんですよ。だから空気を読む推しだ。いや一つに絞るの難しいな、すっごい難しいな。ちょっとこんな難しい質問言うのあれなんですけれど、逆に空丸さん、総流アスカラングレーさんですね。私はエヴァンゲリオンが大好きなんですけど、はい、うん、もう一生愛し続けることを誓います。すごいな、うん、曲げない意志と言いますか。曲げないですね。いや私も、うん、そズバッと言えるようにしたいんですけれど、どうしても、まあ、迷っちゃいますよね。そうなんです、もうこうちらつくんですよ私の頭に、うん、その陰で支えてくれている推したちが、うん、私がこの推しを再推しって言ってしまうことによって、その他の推したちが悲しまないかなとか、すごいすごい、もうすごい私のために争わないでみたいな状態が。そうそうそうなんですよ、そうなんですよ。確かにな、いや気持ち焼いちゃうかもな推したちは。ですね、あここ1年の推し、あ、うん、ここ1年ですか。はい、ここ1年ですと、もう私は鬼滅の刃がもうめっきり大好きで。いいですね。あご存知でしょうか。あ、少々。あ、少々、なるほど。少々の、まあ、観の字みつりちゃんっていう、うん、あの女の子の柱の子がいるんですけれど、うん、まあ、すごく強くて、うん、髪の毛がピンク色で大きい三つ編みがこう3つこうあって、うんうん、ピンクと、水色のなんかほんと桜餅みたいな髪の可愛い可愛い子がいるんですけれど、うんうん、その子が本当にそのすごい可愛いけど、うん、すごい強いんですよ。なんかその私女性のキャラクターで、うん、なんか見た目めちゃくちゃ可愛いのに、うん、バカみたいに強い人ってすっごい好きなんです、うん、いいですよね。わかります、わかります、うん、そうなんかそのちゃんと自分の信念を持って戦っている人とかすっごく好きで、それこそあの私もエヴァンゲリオンは本当にもう少々なんですけれど、うん、エヴァンゲリオンも戦う系ですよ。戦います。ですよね、うん、やっぱりそういうちょっと熱い信念のところを好きになったんですか。いや、うん、そうなんですよ。しかもこうなんか、うん、私は孤独だけど戦うみたいのがあって、はい、それをやっぱ中学生に見た時に、え、私と一緒だ私は実質アスカなんだと思いながら
中二病やっぱこじらせつつ愛を育んだという経緯があるのでそうなんですよね、やっぱそういうところに共感しつつ共に生きてるっていう感じですね。共に生きている、やっぱりそうだよな、まあ、オタクは推しと共に生きていかないとダメなんですよね。そうですよね、うん、そうだからまあ1年の推しはもう本当に鬼滅の刃の甘露寺蜜璃ちゃんですね、うん、はい、ありがとうございます。ということで、来週はどんなリンクをするのかお楽しみに。セブンイレブンプレゼンツ、だいたい2時3時のラジオ、続いてはこちら、得意空ですか。いいんですか。いつもは二次三次ライバーが最近どんな配信をしたのか、うん、どんな生活をしているのかトピックスをニュース形式で送ってもらいますが、うん、今日は、まあ、せっかくですので、あの徳井空さんがゲストということで、徳井さんが過去に言った発言や行動などを徳井さんニュース限定で紹介していきます。わあ、すいませんね、なんだかありがとうございます。ではでは、どんなメールが来ていることでしょうか。気になるな。気になりますね。じゃあ早速紹介していきたいと思います。ラジオネームワーキャーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ドリブルが絶望的な徳井さん、ミルキーホームズでのバスケ講座的な企画をしていた空丸、うん、先生の立場としてスティールやドリブルを教えていたのにもかかわらず、うん、生徒たちの方が筋がよく、でさらにはドリブルでは生徒のボールを奪うことすらできず反則を疑う空丸、今は上手になりましたか。なるほど、鋭いニュースですね。なか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 、そうなんですよ、私運動神経がマジで皆無でいや、もともと本当に備わってないんですよね、はい、そういう、運動ができるというシステムが生まれ持って備わってないんで、なるほど、全然できなくて、特にそういうボール系とかも全然ダメで、はい、じゃあなんであのバスケ講座を行ったんですか。そうですね、はい、ちょっと見栄を張りました。バスケならまあいけるやろと。そうね、だからちょっとスラムダンクを開きながらこうみたいな感じでみんなに教えたんですけど、はい、やっぱりそのミルキーだと、はい、ミモリンとか一緒だったんですけど、運動神経がもうめちゃめちゃいいんで、もうパンパンパン、スルスルスパンパンみたいな感じでやるんですけど、私はやっぱ全然できなくて、いやー来世に期待だなと思いましたね。バスケ、まあそうですね、うん、バスケ結構あの球結構なんだ、あの球あの球魂宿ってませんか。あの球は魂が宿ってるなと思ってて、なんかそう私が考えてる方向に行ってくれないし、うん、その私がこうしたいのにもかかわらず、うん、あの右に行っちゃったりとか、うん、左に行かせたいのに右に行っちゃうとか、うん、意思疎通が難しいスポーツだなって私は思ってます、うん、バスケは絶対友達になれないなって思いました。そうですね、まあ、ボールは友達とか言いますけど慣れませんね。いや難しい、全然歩み寄りたいんですけどね、ボールさんに。確かに、うん、でも一番得意なやつとかあります、スポーツ。あ、できるやつですか。はい、逆にちょっとせっかくなのでお名返上ではないんですけれど、強いて言えばですね、はい、背泳ぎですかね。背泳ぎはやっぱずっと呼吸ができるんで。あー、なるほど、うん、あとはもう力いっぱい腕を動かせば進むんで、そういう力技系は得意ですね。水泳じゃなくても背泳ぎなんですね。背泳ぎだけ、背泳ぎだけ、はい、ピンポイントでいきますね。なるほど、まっすぐ進めれますか。まっすぐいけると思います。うん、いやー良かったです、それが聞けて、はい、ありがとうございました。だけですね、はい、あ、2枚目来ましたね。ニュースがいっぱいいっぱいありますね。じゃあ早速ちょっともう一枚ちょっと読ませていただきます。はい、ラジオネーム琥珀さんからいただきました。ありがとうございます。初サバゲーでヒットを決める。自身の YouTube チャンネルで行ったサバイバルゲームにて初挑戦ながらワンヒットを決めるという快挙を成し遂げました。はい、徳井さんの姿を見てやってみたくなったとのコメントも多数寄せられ、うん、今後も徳井さんとサバゲーの関わり合いに期待が高まります。
ごい、あれスポーツ、あれ、いや、そうなんですよ。サバゲーをあの YouTube のチャンネルでやりに行って、そこはあの秋葉原にある、はい、こうもう屋内のフィールドのところでやって、それが初挑戦だったんですよ。でやっぱサバゲーってもう運動神経がないとこうパッパッパッとかサッパッピョピョーみたいな感じでできないかなと思ってたんですけど、全部日本語じゃないですか意外と、はいはい、あのなんだろうな、そんなやっぱり影にこう物陰に隠れながらこう敵をね探したりするわけだから、そんなに激しいアクティブな動きがなくって、私みたいな運動神経皆無マンでもこうなんとヒット一つ初ですよ。初挑戦なのにヒットすることができたんですよ。いやすごい、私サバゲーやったことないんです。やりましょうよ。やりたいってずっと思っていたんですけど、なかなかやる機会がなくて、やっぱりその重装備と言いますか、なんかあの迷彩柄の服着ましたか？そうなんですよ、それも貸してくれて来て。本当だ。で私も SPF のゲームとかは結構好きで、そうなんですか？そうなんですよ。なんですけどやっぱ現実にやるとどうなんだろうと思ったんですけど、はい、まさかリアルでもヒットすることができたんで結構感動しましたね。いやすごい、やっぱり もっとやりたいなって思いました。やっぱそう思いますか？うん、なんか結構お外のフィールドもいっぱいあるじゃないですか。そうですね、いろんなところに、そういうのもちょっと行ってみたいなとか。いいですね。思いました。え、痛かったですか？あ、全然。あ、痛くないんじゃ、痛みには強い子なんで大丈夫です。なるほどなるほど、空丸さんの基準だと痛くないという。ああ、そうね、服も結構アーマーも丈夫だったんで大丈夫でした。あ、確かに、なるほど。面白い。楽しかったです。じゃあ今後、じゃあ、まあ、今回はワンヒットだったんですけど、次は何ヒット目標できますか？2ヒットでしたい。2ヒットで、よーし、確実に楽しみですね。はい、では以上、得意空ヘッドラインのコーナーでした。ありがとうございます。セブンイレブンプレゼンツ、大体2時3時のラジオ。では、残った時間は、リスナーの皆さんから届いたメールを紹介していきましょう。やった、楽しみ。それでは早速読ませていただきます。はい、ラジオネームくにちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ちぐさちゃん、ゲストの徳井さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。2人の共通点というかイメージの問題なのですが、高校生に、この2つの単語がぴったりな2人だと思っています。確かにそこで2人に高校生の時に流行っている、過去も流行っていたこと、ものをトークしていただきたいです。まあ私は Now で高校生なんですけれど。そっかそっか。そうなんですよ。そらまるさん、高校生の時何が流行っていましたか？いや、私が高校生の時は、その時ももうアニメとか私も好きで、それこそ春日とかがもうめっちゃ流行ってる時で、でもやっぱりその時はまだやっぱ私も千葉の田舎の方だったんですけど、なんかこうまだオタクがだっていうのが堂々と言える雰囲気じゃなくて、隠れオタクとして。なるほど。そうなんですよ、生きていてみたいな。なるほど、隠れオタクを生きていた方なんですね。今あんまり隠れオタクって聞かないじゃないですか確かに、まあ隠してる方もいるんですけれど、なんかもう最近結構オープンですよね。そうそうそう、割と。そうなんじゃ。だから隠れオタクだったんで、カラオケに行ったら、そうオタクを仲間と行けばアニソンが歌えるから嬉しいみたいな。でもそれ以外の方だとちょっとそれっぽい流行りの曲を歌ってみたいな、ミーシャみたいなそっか、そうなんですよ。隠れオタクってどう、なんか、まあ、みんな隠れてるじゃないですか。隠れてる。どうやって共通のフレンズを見つけるんですか？いや、それが本当に見つからなくて。そうなんですか。もう本当高校3年生になって、予備校、大学を行くにあたって予備校に通った、そこの予備校で初めてオタク仲間ができてみたいな。なるほど。そうなんですよ。で、そこでもう自分の思いとかをもう叫びまくってみたいな。そう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 、私もこれ好きなんですみたいな感じになってすごい、オタクってこんなにいたんだなと思って千葉で私しかいないと思ってたんですよ、オタクってでももっといっぱいいるんだっていうのが知って嬉しくなりましたね、世界広がりましたね。広がりましたね。面白い。そうなんじゃ。私は
私あの女子校、まあ、いわゆる本当女の子しかいない学校に通っているんですけれど、楽しそう、夢がある。いや分かんないですよ、ギスギスしてるかもしれませんよ、もしかしたら。とか言ってなんだかんだで夢があるのが女子校だもんな。いやでも確かにあのすごい女の子の学校だからこそ、うん、なんか楽しい、楽しめるイベント、うんうんうん、それこそバレンタインとか、うん、もう本当にもうみんなこうタッパーで持ってきて、うん、なんかこう好き勝手こうなんか自分の持ってきたものとかをこう交換し合ったりとかもできるので、うんうんうん、そういうところも確かに楽しいなと思うんですけれど、うん、まあでもそうじゃな、でもやっぱりなんか女の子同士って、うんっていうのもあって、うんうんうん、やっぱそのタピオカとか、あすごい令和の飲み物や。そうタピオカとか、あとはなんか結構最近流行ってるこうメイクの化粧品とか、うんうんうん、なんかクリスマスもう終わっちゃったんですけれど、うん、クリスマスコフレの話とか、そうなんで最近特に今流行ってるのはあの、うん、スターバックスさんで、うん、あの桜 の、うんうん、あのティーとかが出てるんですよ、うんうんうん、それが今とっても流行ってますね。もうそれ言って写真撮って、うん、インスタの上げたもん勝ちみたいな感じですね。すごい最新の JK ですね。やっぱ今もタピオカみんな飲むんですね。ね、飲みますね、全然飲みます。なるほどね、いや勉強になります。いや私も勉強になりました、ありがとうございます。セブンイレブンプレゼンツ、大体2時3時のラジオ。はい、お送りしてきましたセブンイレブンプレゼンツ大体2時3時のラジオ。そろそろ3時の時間が近づいてきました。早いよ、今来たばっか。今来たばっかり。番組ではリスナーの皆さんから二次三次メンバーのメッセージ、各コーナー宛てのお便りをお待ちしております。宛先はおはがきの場合郵便番号 105-8002 文化放送超 A&G プラス大体二次三次のラジオまでよろしくお願いいたします。待ってます。こちらメールも受け付けております。メールの場合はすべて小文字で2時3時@joqr.net 2時3時@joqr.net まで送ってください。はい、またこの番組は本日から1週間後にアーカイブを YouTube チャンネルにアップします。2時3時チャンネルには番組の前半パートが、文化放送 V&R チャンネルには番組の後半パートがアップされるので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後に2時3時からのお知らせです。2時3時ボイスドラマ、スチームパンクとサイバーパンクが5月10日に発売決定。2時3時オフィシャルストア限定特典もあるので、うん、ぜひご予約ください。いそして来週の、第3次ラジオの、ゲストも決まりました、うん、次回はドゥルドゥルドゥルドゥン、シェリン・バーガンディさんがいらっしゃいます。おわ、私の先輩です。うわ、はい、こちらメールもたくさんお待ちしております。よろしくお願いします。はい、本日の放送、うん、いかがだったでしょうか、空丸さん。ちぐちゃんといっぱいお話できてよかった。ちぐちゃんって言われるたびちょっと照れちゃいますね。ちぐちゃん、あのちょっと頭ちょっと撫でてもらうことってできますか、最後に。もしよかった。あー、うれしい。いや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 、かわいい。嬉しい、めっちゃありがとうございます。すごい、本当にありがとうございます。私あの声優さんとお会いするの自体が初めてだったので。本当ですか。本当にありがとうございました、そんな第一号が私でいいんですか。いや、いいんです、でも嬉しいんです。むしろもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。本当に今後も何卒よろしくお願いいたします。そうですね、ぜひぜひよろしくお願いします。そらまるさんからのお知らせとか何かの告知とかありましたら、はい、よろしくお願いします。はい、私文化放送超 A&G プラスにて毎週木曜日の深夜に得意空のまーるくなーれという番組をやっております。よかったらぜひ見てください。見てください。ちょっとお話でもあった得意 V 空という私の、バーチャルな体を作りました。ちょっと今後展開があるかもしれないので、興味のある方は調べてもらえると嬉しいです。動画なんかもちょっとだけ YouTube に上がったりしてます。よかったら見てください。楽しみ。お願いします。わ、何が起こるか楽しみですね。楽しみです。はい、
それでは、今週の第3次ラジオはここまでです。お相手を務めましたのは西園千草と、そしてスペシャルゲストの徳井空でした。